はい寝る前にもう一つコメントを読んで僕は寝ていきたいと思いますえー、それではノエル滝野さんどうもですかぶくんこんばんはえー、しつこいようですがキミガヨについて再投稿しますキミガヨの歌詞は古今和歌集からの引用で祝賀の際に歌われたり木が男性身が女性なるほどイザナギの木 イザナミの実をもとに、えー、岩尾に苔が結すまで添い遂げましょうとの意味の、えー、濃い歌でもあります、うん。決して天皇の時世が長く続きますようにのような意味はありません。えー、それを知らない左翼の教員団体である日教組が知らないために「君が代の君は天皇のことだ」と日の丸「君が代」を否定しました。 これについて日教組は思想自由の憲法に抵触すると何度も提訴しましたが思想の自由の強制に当たらないとしていずれも敗訴しています。君が天皇を表すものではないですし日の丸は国旗です。うん、戦争の時になぜ天皇陛下万歳になったかまでは調べていないので分かりません。 昭和天皇は戦争責任は自分,の自分にあるんですからえ責任を取りますとマッカーサーに会った時に言われたそうですがマッカーサーは天皇の人格と高貴さに打たれえ自分には、えー、とてもじゃないけど太刀打ちのできる人ではないことえ戦争責任を押し付けることはできなかった,でできなかったそうです、うん、で、えー、戦争を支持したのはえ天皇陛下ではなくえ当時の、えー、内閣ですから 今、東條悲劇のえ再考察がされ、一番悪いのは総理大臣だった、えコ,ンコンエフビマロでしょうかね。うん、はいえ。だったんじゃないかと言われています。えー、東條悲劇は何度も米国と講和を結ぶために会談をしていましたし、東京裁判にも批判が出ています。え戦勝国が敗戦国を裁いてもいい,のいいものなのか。 うんえー、GHQ が日本人に植えつけた戦争を始めた日本が悪いという自虐史観も再考察されあ、パールハーバーへの攻撃の、えー、日本の暗号を米国は説、えー、いていて、えー、軍事施設に対する、えー、っと攻撃なので、あえて迎え撃たなかったと言われています。 日本は確かに日清日露戦争をしましたが、え朝鮮半島を取られてしまっては、清とロシアの脅威を受け続けることになるため、起こした戦争です、うん。日清戦争に勝利したため、清の属、えー、国であった朝鮮を独立させました。 それを記念して建てられたのが、朝鮮の今は韓国側になります、独立門なんですが、いつの間にか日本からの独立を記念して建てられた門になってしまいました。1948年にアメリカが朝鮮を建国したのに、1945年に建国したことになり、幸福節でしょうかね、日本の朝鮮総 韓国がまだ幸福文書調印前の1945年8月15日に日本から独立したとし、えー、毎年独立門前で大統領が演説します。いやいや、それから新、それ、新からの独立記念に建てられたもんだし、えー、1945年8月15日韓国って国はなかったとし、哀れみすら感じてしまいます。うん、うすごい詳しいですね、本当に。えー えー、朝鮮戦争では日本と戦ったことになっていますし、えー、そんな具合に韓国は歴史を捏造しているんで嫌韓、えー、の人たちにううん売りならファンタジーと馬鹿にされています売りならば、えー、韓国語の売りこれ私で何分はあなたからの造語です、えー、つまり韓国の歴史は嫌韓の人たちにはファンタジーと呼ばれているんです、えー、そんなことあるんですね本当にお詳しいですね韓国人は 日本人は歴史認識を垂らさなければならないとよく言いますが、えそれはこっちのセリフだよなんで、分か,かり合える日は来るんでしょうか。うん、現在の大統領ユ、ユン・ソギョルはえ日本と関係改善をしようとしているんですが、国民の支持を得られないので、最悪え断崖、断崖です。うん、何しろ、えー、前任のムン・ジェインが日韓関係最悪になる。 反日政策をしていましたから大体いいいい韓国の大統領は支持率が下がると えー、あこれ知ってます。反日をして人気を取りますから。そうですよね。あのいつもそう思ってました。うん。なんか支持率が下がると反日をするっていうね。これがいつもの文化になってますけど。ああ、また超長いコメントになってしまいました。私はいつもフィギュアに関係ないコメントをしまうんですが、えー、これでも NHK ファンはとても楽しみにしているんです。うん。ただ、フィギュアの他にも知りたいことがいろいろあるんで、全部は終えずにいます。いや本当 本当に詳しいですねいろいろと、うん、あの勉強になりましたはいピ、えー、ッコロさんありがとうございます、えー、株君マルディン様へお詫びあお詫びなるほどなぜうん、最近の真夜中のフィギュアの試合観戦とえっ、ーえー、と初孫の七五三の行事などでなかなか追いついてなかったカブ君テレビの主張を今日やっと見てなか見てなかった回を見ることができてマルディン様のコメントを見てびっくり ピッコロははマルリン様のの出出身身校校、えー、沼津西高校の出身ででありませんよよとということですよなるほど。うん。言葉の行き違いで勘違いさせ,させてしまったと思われます。多分ですが、私の後輩ですねという、えー、マルディン様の問い,、えー、問いかけに、ピッコロは人生の後輩と捉えて、私より年下ですねと聞かれたと思い込み、そうですと答えたと思います。 えピッコロでですすね多分13歳ほど年,年下なんですえピッコロは現在57歳そして多分空鍛冶さんへの返信かコメントでいじめ問題についてだったと思いますが実家富士山のふもとで祖父母を噴火から守るために中学で物理という教室家に出会ったことでこれで祖父母を救助するしかないと、えー 思い出しましまた、うんえー。物理に夢中になり得意教科になったため女らしく、えー、ない女は原告や英語が得意なのが普通だと、えー、男子から嫌がらせや言葉で女のくせにと何かをとつけて仲間外れにされたりという体験を乗り越えながら高校受験で年末高専を希望したところ、えー、成績から学校推薦、えー、も、えー、してくれることということで。 女子の次元はかなり少ないということで、まず親を説得しなさいと先生に後押しをしてもらったのに、父が大反対で、事、え、務、ー、をしろ、商業化を受け、早く結婚して子供を産めというえっと時代かと思うほどの、えー、男尊女卑で、泣く泣く商業化のある、えー、地元の、えー、御殿場高校に通いました。 しかし、就職試験のとき、とうとう我慢できなくなったピッコロは、愛知県の某自動車部品製造会社の事務の試験を受けた際に、直談判で本当は事務ではなく、研究や開発をするエンジニアになりたいことを告げた結果、え後日、会社から高校に連絡があり、技術者として受け入れるため、それで就職してみませんかすごいですね。のの先生がが、できるレベルの方が あなたが就職してからこちらで仕込みますと言われ、即答で行きますとお返事して、え就職し、夢だったエンジニアの卵になったという話をすごい長いですね、空貝さんとはしましたがえ、その頃コメントが私以外の方もたくさん消えてしまい、出身高校の件もいじめられた後どう成長したかも他の方に届きませんでした。うん、今分かりましたね。無理に商業化に行ったことがマルティン様の目にも,とも、えー、止まれば、 行き違いはなかったとは思いますが、はい、ということですね。あ、真相が分かりました。そういうことだったんですね。うん。ありがとうございます。はい。えー、そして、ゆうのややさん、おはようございます、えー。株さん、超久しぶりの株の動画ですね。うん。いや、本当ですよ。半年以上ぶりですか株さん、今日11月11日は。 ポッキーの人はそうで、お一1が並ぶかでしょうかね、ポッキーみたいに。うん。カブさん、ポッキー好きですか私はよく食べます。うん。ポッキーは、うんー、まあ、嫌いじゃないけど、そんなバクバクは食べないですね。なんか止まんなくなっちゃう感じがします。ええー、そして、私、ええー、プリッツも好きです。え、プリッツって聞いたことあります。あ プリッツってなんかポッキーに似てるやつでしたっけ確か。うん。ポッキーは一応味なのが美味しいです。あ、確かに。うん。ベルギーニャをポッキー売ってますかえっと、ポッキーは売ってますけど、にはどうだったかな買ったことないですね。うん。でも多分売っていた気がします。うん。もう今度、あの、スーパー行った時お菓子エリバーを撮影して見せ,見せた方が多分もう100分は一気に近づいて早い気がしますね。 うん、ポッキーね、僕も好きですね。いちご味、ほんと美味しいですね。うんはい、えー。そして、カブさん、宮崎駿監督はベルギーでも知られてるんですね。嬉しいです。うん、あのね、宮崎駿さんは結構有名ですよ。うんあのー そうですねまあ、ジブリ作品はすべてほぼ有名で、ただ、あの千と千尋の神隠しってありますけど、あれは千と千尋って言わずに、千尋っていう名前だけで売られています。あと、魔女の宅急便もな、あのデリバリーなんとかっていうこともありますが、題名がキッキッっていうふうに書いてることがほとんどですね。うん、あと、えー、隣のトトロはトトロでしょ。あと、他にも何かあった気がしますね。ちょっと忘れましたけどね。うん そんな感じ結構短縮されて売られてることが多いかなと思います。特に人気なのは千尋と、えー、っと、ききととト,トロと、えー、っと、もののけひも確か人気あったかなとは思いますね。うん、でもトトロが一番インパクトあったような気がしますね。はい。 えー、そして、島村調さんありがとうございます。株さんこんばんは。私は米国株を持っています。うん。えー、米国株は爆投しましたが、ドルが下がり円、えー、円換算は行ってこいで、損害がなかったんで良かったです。うんあ。そうですね。なるほど。年末に向かい、米国株は上がると思いますが、ドルが130まで行くと、金合いで判断が必要かも。あ、そうですね。確かに。うん。ちょっとね、株の方はね、ちょっとなんか、 全体的に上がってましたけど、ちょっと僕まだ見てないんで、まわかんないですね。うん。ただ最近、為替の方かなり見て,て、ああ、これは151ドル150円あたりって下がったから、ああ、また150円を、あの、試すのかなと思ったけど、なかなか高値ね、え、超えることができずに下げてきてしまって、今日暴落しまして、今141円ぐらいまでちょっと回復したんですけど、この後どうなるのかどうかというところでね、 分かりませんね。株式の方もね、ちょっと集中してみて、えー、なんか見てみたいなと思い,思います。また今度ね、話題があったらお話ししていきたいと思います。えー、事件目さんありがとうございます。カブくんこんばんは。私のアイコン、また新調しました。ですね。うん。こちらはカエでしょうかうん。あ、秋を探しました。白いのは小軸ですが、えー、待って、わかるかなあ、白いの小軸。あ、はいはいはい。 ああ、わかりますね。うん。カエデと、なんか、南天みたいな実がありますね。うん。あなるほど、わかりますね。菊。うんえ。ちっちゃな菊ですが。和菓子ですが、私が京都にいた頃に、ロンドン焼きというお菓子が好きでした。おロンドン焼きだったんですね。これはカステラ生地に白あんを入れたものです。今はあまり見かけませんが、太鼓饅頭という種類の和菓子です。へー。 小ぶりで、でで頑張れば一口で食べることができそうですね。ロンドン焼きという焼き,焼き印が入れてあります。焼き印、うん。このロンドン焼きの特徴は、本店の製造過程をデモンストレーションして見せ,見せているので、ガラス越しに,、えー、に人だかりができます。うんなるほど。生きがいで作るんですが、私も子供の時は、えー、天地ガラスにへばりついていましたよ。おそういった。 ね、あ,れあれがあるんですね。和菓子といえば爆笑ネタを披露したいと思います。用意はいいかな私が勤務していたデパートでの出来事です。栗を、えー、栗をですね、炊いてあの、砂糖でコーティングした和菓子がありました。有名メーカーの看板菓子です。そこにとあるおばあさんが来店されました。食べようとしたらカビが入っていたそうです。カビ、カビってあのプリンが多い、ね。 あの思い起こさせられますけどね驚いて店員が事情を聞いたところ店員が明らかにげんなにした様子ですおばさん曰く3年以上前にもらって、えー、送ってもらった菓子が食べようと箱を開けたらカビが書いていた、えー、その菓子の賞味期限は確か12週間のはずです、えー、そんな菓子が夏のムシムシ季節や、えー、冬のあのー えー、暖房ガンガンの中で放置されてきて、そりゃカビだ、カビだーさ。うん、カビが生えていたなんて信じられないくらいのとんでも案件が漫画みたいな展開で笑うしかないけれど、お客様の手前、絶対笑ってはいけないんで、対応した先輩社員は苦しかったと思いますよ。<laughs> いやー、これはすごいですね、また。うん。でもちょっとカビは僕もちょっと、あの、久しいと言いますかね、カビプリンっていうのがね、あっただけにね、笑っちゃいましたね、ちょっとね。 うん、3年間も放置したらカビももう吐きまくっちゃってむしろなくなっちゃってんじゃないかって思っちゃいますけど逆にねうん、えー、レモンみかんさんおはようございますかぶくん着物の生地は素晴らしいですよ、えー、リメイクするのに着物を縫ってある糸を抜くのが少し大変ですえ縫、ー、糸で、えー、手縫い,いをしてあるのをでシュッと抜けるけど 生地にによっては糸抜きに手間がかかります。でもリメイクすれば他にはない一点物ができるので、えー、そこが個性的で素晴らしい。日本人はこれはこれからはこれでいくといいですね。ビジネススーツばかりじゃねえつまらん。うん。いやいいですよ。あの斎藤直美様は大島紬やインドサラサを選ばれたということは強敏、えー、型などが似合いそうな、えー、知,的知的で。 現代的なタイプの方ではないかと思います。うちの娘は150センチで、背が小さい SS サイズ、え黒髪、えー、顔はた卵に目玉のえ、えっと、日本人形みたいな顔え、現代的ではない見た目なので、絞りの着物や友禅など柔らかなものが似合いますね。え逆タイプの私は160センチ、江戸古門や木八町とか、 袖、えー、系の生き物が、えー、似合いますということみたいですね。なるほど。うん、で、えー、祖母、母、えーま、娘、えー孫、孫娘と、えー、同,同じ家族でも、えー、一人一人全然個性が違う、うん、薄い厚い、えー、手触り、似た感じの違いや、さまざまな色彩、さまざまな意徳化された、えー、衣装から意匠化、ね、された柄、意匠化でしょうかね。 各地の産地や作家の個性、まあいろんな個性に対応する着物の世界はすごいってね、いうことですね。アフリカの、あ、アフリカの土星にも似合うものがあります。素敵ですよ。うん。和服屋さんの景色と感性も奥深く、帯締め、帯揚げ、履物、旅、下着、カバン、マフラー、コート、日傘までえ、それぞれにこだわりのもの。私も着物にはまっちゃって30年、まだまだわかんないことがいっぱいですね、と。 いうことですね。着物って,着,てか着た後ももっともっと味が出てくるっていう不思議な着物ですね。うん。えー、藤原馬子さんおはようございます。かぶくんお疲れ様です。あ、これは馬年と読みますということですね。なるほど。ちなみに牛年は、あ、この牛年なんですね。と書きます。えー、今朝は早くから仕事なんで行ってきます。 おこれは牛って読まないんですね。確かに。牛に見えて牛じゃないんだ、俺。午後の午ですね。お間違えましたね、僕ね。牛かと思ってました。うん。はい。え、これはまた新しく知っちゃいました。うん。えー、木更木ヨンさん、どうもです。なみなみ様へ、マサイ族のお話に勉強します。え、ケニアでサバリとはすごい体験ですね。うん。我が家では、お風呂がりの私を、ハンマサイ。 半摩擦。上半身だけマサイと呼ばれてるんで、えー、親近感もあり、面白いですね。えー、視力は驚きですよね。5.0とか7.0とか、オースマン、オースマンサンコンさんが言っておられたようなというあ、オースマンサンコンさんっていう方がいるんですね。また、何年ぶりかで、地獄に帰った時、友達から、お前、目が悪くなったなと言われたと、日本で暮らすうちに目が悪くなったと、うん、地域にあった身体になっちゃうんですね。 うん、娘が小学校の頃2.0で1.5より上があるのを初めて知りました。確かにですね。うん、2.0って相当言いませんからね、うん。でも20とか言ったらもうほんとすごいですよ。うん、あの本当に天王星とかも見れちゃうんじゃないかな。ね、あの天王星、海洋星とかね。うん、あれ海洋星って確か。あ冥王星があれか惑星からはえっ、ー、と。 太陽型惑星からは亡くなったっていう、亡くなったっていうか、除外されたんですよね。うん、海洋星は見ることもできますかね ?2.24 とかもあったらね、わかりませんけどね。うん、ちなみに、カロンっていう星があるって聞いたことあるんですけど、カロンって何なんだろうねちょっとわかんないですね、うんえー。レモンミカーさん、ありがとうございます。カブ君の主力を 24.5とか25とか私は書いてしまいましたが2はいらなかったあほやあそういうことなんだってことは4.5が5ということなんですねおなるほどってことはえー、っとそういうことらしいですね20はないということみたいですうん、まあ、20もあったら多分あの太陽を見ただけで焼けちゃいますかね 分かりませんけどね。うん。ああ、なんだ、でも20とかあってほしかったです、逆に。うん。いつも身につける羽生アクセサリーなら何がいいかなと勝手に妄想。やっぱりネックレスでしょうか。うん。素材はお風呂や温泉に入っても大丈夫な。金属や石でないと黒く変色したりします。えー、いちいち外していたらなくすから、外さなくて良いもの。また、普段の病院の飲み薬などで特殊な成分が身体から出る人もいて。なるほど。 18金が赤っぽく変色する場合もある。使えなくなるわけじゃないけれど、ずっと身につけていると、比較的柔らかい18金やプラチナは傷だらけ、変形もあります。私は結婚指輪のプラチナをずっとはめていたら、変形して繋いで目が割れてしまいました。なので、リフォームして溶かして、ハート型のペンダントトップに作り替えてもらって愛用しています。 まあでも変形やースといっても大体18金やプラチナ、ダイヤモンドあたりが素材として丈夫かなリセモンならはよほど特別なデザインでない限り欲しくもないし、うん、羽生さんは羽デザインのものをやっています、えー、が、ファンニューは何のデザインがいいのかファ,ファンニューって言うんですね。ファンニュー。ファン入ってのは羽生さんのファンのことファンニューって言うんでしょうかね 初めて、初めて来ました、ファンに入って。なんてね、楽しいね。ちなみに、18金、14金は、純金とありますが、日本は18系が多いですね。という感じみたいですよ。なかなかちょっと、この辺は分かんないですが、そういうことみたいです。うん。はい。というわけで、えっ、ー、と、これで皆様のコメントはすべて読んだかなと思いますので、僕は、寝ていきたいと思います。では、おやすみなさい。ありがとうございました。